XP-4 ボーイング XP-4 は1920年代にアメリカのボーイング社で製作された複用戦闘機。わずか4.5時間のテスト飛行を行っただけで、その後飛行することはなかった。1926年、エンジンの性能を向上させる手段としてのターボ、下級機に大きな関心を持ったアメリカ陸軍は、ボーイング PW-9 の最終機について、 エンジンを510馬力のパッカード 1A-500 に強化するとともにターボ下級機を付加することを要求した。このタイプは XP-4 と命名された。それに加えて PW-9 では機種の上に装備されていた 12.7mm、7.62mm、各一丁の機銃に加え、 下翼の下面のプロペラ回転面の圏外に2丁の 7.62mm 機銃が装備された。これらの改造はいずれも重量を増加させたので、下翼の翼幅は9.5ィート広げられた。試作機は1927年7月27日にテストのためにライトフィールドに納入された。しかし、パッカードエンジンには800ポンドに及ぶ。 重量増を補えるパワーがなく、全身の機体より、貧弱な性能しか示せないことが直ちに明らかとなったため、計画は早々に破棄された。ABCD アンエルッジ、1987、ピアニッシも71から72。ありがとうございます。